バイダーチャンネル。はい、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日はですね、消費財メーカーに限らず B2B の製造業を含めて日本の製造業全般に向けてのお話です。で、内容は、RCEP の魅力ということで、RCEP の重要性みたいなところについてお話をしていきたいなというふうに思っております。日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊 ASEAN6 における販売チャンネル戦略が出版されました。ぜひお近くの書店 Amazon でお求めください。番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください。今後とも森部和樹とスパイダーチャンネルをよろしくお願いいたします。で、 RCEP はね、今年の2月ぐらいに少しニュースでも話題になってると思うんですけども、包括的な、経済連携の略で、このアジア地域の包括的な経済連携をしていきましょうよということで、ちょっと図を見てもらうと分かると思うんで、ちょっとスライドお願いします。はい、まさにこの、図なんですけど、中国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランド、韓国ということで、このエリアで、包括的な、経済連携を進めていきましょうという、そういう取り組みなんですよね。で、詳しくは検索してもらったらいいと思いますけども、その中国の重要性、 ASEAN の重要性、そして、その RCEP の重要性ということで、この改めて考えると、この日欧米のその経済支配の時代が長らく続いたわけですよね。で、最近皆さんもそのテレビなどでグローバルサウスなんて言葉をよく聞くと思うんですけど、先進国と新興国というこの2つの流れの中で、先進国の成長がこう鈍化しつつある中、新興国の成長が非常にこう著しいということで、インド、ブラジル、アフリカ含めて、で、どんどんこう世界が新興国が力を増してきたというのが今の現状で、で、今後のその日本企業がグローバルマーケティングを考えるときにですね、その欧米のマーケットっていうのはもちろん引き続き重要だし、日本もね、少子高齢で伸びないと言っても引き続きある一定の割合は占めるマーケットであると。で、ただ一方でその自分たちの少し周辺を見てみると、時差 1,2 時間とかフライト時間が2時間半から7時間半ぐらいの地域に人口 22.7 億人を抱えて、世界全体の3割の人口がそこにいてね、そして GDP で 25.8 兆ドルで世界の約3割の GDP がそこにあって、貿易総額でも19兆ドル、世界の約3割の貿易総額がそこにあるっていう、こんな素晴らしいマーケットが時差 1,2 時間のエリアに収まってるって、ここを取らないで何するのということをね、改めて最近すごく強く思います。アメリカに行く、ヨーロッパに行くったって、やっぱり時差ってすごく重要で、で、その時差 1,2 時間の地域っていうのは、やっぱり日本の影響力であったり、その影響も強く受けるし、逆に相手の影響も受けやすいので、そういう意味ではプラスの要素ってすごくたくさんあって、で、この時差 1,2 時間のマーケットに もっともっと多分投資をすべきだし、もっともっと力を入れる、それが世界の約3割だって言ってるわけで、で、もっとびっくりするのは、ここの地域に、インドが入ってないってことなんですよね。インドが入ってないし、バングラディッシュも入ってない。で、そこ含めたらどうなっちゃうのと、世界のその GDP の5割を超えるような市場に将来なってくるよねと。で、そう考えていくと、やっぱりこのアジアのマーケット、ここをしっかり取るっていうことも今一度こう考えていく必要があって、中国、それから ASEAN、 インド、オセアニアということで、この4地域に分けてですね、こうしっかりとこう戦略を再構築していくということは本当に重要だなというふうに感じる次第でございます。
なので皆さんもですね、ぜひ一度この RCEP で、これ RCEP って単国で考えちゃダメ、 ASEAN も単国で考えるじゃなくて6カ国で考える、6カ国プラスメコン経済圏の3カ国とかね、この6カ国で見ないといけなくて、それぞれ人物金情報は行き来しているので、1カ国でどうのっていう時代もう過ぎたんですよね。ベトナムで成功しました以上みたいな時代ってもう過ぎていて、これからのその2020年代以降の時代っていうのはやっぱ6カ国で見ていかないといけないし、 RCEP も RCEP 全体で見ていかないといけない。これが国際マーケティングとグローバルマーケティング の決定的な違いなので、この全体で見ていくと、自国と他国っていうこういう視点じゃなくて、 RCEP 全体でこう見るっていう、こういうまあ戦略の作り方がまあ大変重要だなということでございます。ですので皆さんもね、今一度この RCEP の魅力に、ぜひ触れてみてはいかがでしょうか。はい、今日これぐらいにしたいと思います。また次回お会いいたしましょう。